じゃこんにちは。さあ、ゆうたこさん、後輩だろそうです。あの森下先生の阪神の岡田監督、愛のあるダメ出し、変な打ち方するから首ひねらんとあかんねんなっていうふうなことを言ってるんですが、まあ、阪神ファンの方だったら今森下選手が、まあ、いろんなこう試行錯誤をしながら改造に努めているというところだと思うんですけれども、まあ、改造はね、はい、俺は別に反対はしないし、うん、まあ、2年目だし、はい、いろんな無駄があっていいと思うんだよね、はい、最終的にこのバッティングっていうのに到達してくれたらいいと思うんだけども、はい、今こうティーバッティングだとかフリーバッティング見てると、まあ、これではちょっと苦労するなっていうふうには思うね、うん、いわゆるそのもう少しバックスピンを効かせてバックスクリーンの方に伸びる打球を打ちたいと。あのバックスピンって、はい、結局ボールは飛ばないからね。え、飛ばないんですか？スピンをかけると、はい、それよりはもうゴルフでもスピン量で飛びが違ってくるし、はい、それはもう野球だってスピン量が多ければ飛ばないっていう風な科学的なデータもあるわけよ、はい、すごく高度なことをやってるというかさ、うん、まあ、そんな感じがするな。まあ、高度なことを目指してもいいんだけども、間違ってるのは俺は思うには体を振ってるっていうことだよ、はい、体はできるだけ振らずにバットのヘッドを使っていくのが多分バッティングなんだよ。それがドライブラインに入ってもいいし、うん、レベルでもいいし、まあ叩くっていうのはあまりないけども入っていけばいいと思うんだよ。体をこう大きく振るとさ、それだけブレが生じるし、はい、本当に捉えた時には飛ぶかもわからないけども、うん、捉える確率は低くなるんだなっていうには思う。確かにその初日なんですけれども、これフリー打撃は58スイング中柵越えがゼロで、まあ、特打でも99スイング中で1本で、打球の大半は鋭いゴロやライナー、ボールは内野に設置されたネットに衝突し、バットを振り切っても外野フェンス手前で失速してしまう打球もあった。いや、だからこの打ち方をやって飛ぶイメージでやってるんだけども、はい、飛ばないから余計力んでるんだと思う。お持ちから力で、ね、もう悪循環もいいところで、あの森下選手のショート動画、あのリールのショート動画も豊さん見たと思うんですけど、その打って最後が思いっきりこうブーンってこう上がっていくような、まあ、開くような、なんていうんでしょうか、まあね、あれは子供に野球教室行くと、はい、まず言うのは、はい、バットって体で振るんじゃないよって、うん、腕で振るんだよって、うん、ね、だって手で持ってて腕が一番近いところで腕を振っていく、そのためにどう速く振ればいいのかっていうのを考える。それは脇が空いてたら速く振れないし、脇をある程度締めていかないと振れないよって今教えるんだよ。バットを振る力はあるからさ、あのバットを振れてる感じはするけども、うん、体で振ってるイメージが強すぎるんです。すごい強いですよね。そうでしょ、はい、いやだから俺はあまり賛成はしないけども、うん、ただこれオフの間に自分で考えてね、はい、ある程度結果が出ないとさ、うん、やっぱ考えてきたことが無駄になるわけじゃない、うん、だからおそらくまた変えると思うよ。あ、当たれば飛ぶスイングはしてるよ、はい、ただ当たらないだろうなって思うよ、うん、確かにその岡田監督は、まあ、そのなかなか前に飛んでいかないので、多分森下選手がちょっと首をひねってたんですけれども、変な打ち方するから首ひねらんねんとあかんねんな打球でも自分ではおかしいと思うんやろな、力入れてるのにボールが飛ばんみたいな、力入れるとかバッティングがこっちやからな、それは分からんとあかんと、あれじゃあ打てるちゃうかというふうに打撃コーチにも話していたと。いや、まあまあ、俺が見ても打てないと思うよ、うん、あれでは。ただ前々から言ってるように無駄があって初めて正しいことが分かるからさ、はい、でまあ、今無駄なことを一生懸命やってる可能性は強いけども、うん、これでまた目が覚めるといいな。そうですよね。それとね、体の使い方とか、もう小さい頃から野球をずっとやってる子でしょ、うん、まあ、みんなやっぱり野球選手になるって言ったらそうなんだけど、うん、ある程度のその変化はあっても根本的に変わることっていうのはそんなにしちゃいけない。あのマクガイアっていうアメリカのホームラン王がいたんだけど、あれマクドナルドかなんかのコマーシャルだったと思うんだけど、小さい頃の映像を使ってるんだ。全く同じ打ち方してるよ。もう笑っちゃうぐらい、小さい頃からこんな打ち方なんて。まあ、大体そうなんだよ。体の使い方だとかそういうのっていうのは身に染みてるんだよね、身についてるんだよね。それを変えるっていうのは相当な根気がいるというか、
さ、うん、決して悪い打ち方をしてた昨年ではないし、はい、あのままいけば慣れていけば打てるようになるなとは思ってたんだけど、うん、まあ、ここに来て変えるっていうのはね、うん、まあ、欲の部分だから、まあ、それはいいんだけどね、うん、いいんだけども早く気がついてくれるといいなっていうふうには思うけどね。この森下選手ももう少しバックスピンを効かせた伸びる打球を打ちたいっていうふうに言った、誰かの打ち方を見てお手本となる人がいたってことなんですかね、野球今の現役の。まあまあそうだろうね、まあそうなのか、それとも科学的に計算したら、はい、まあ、こういう打ち方っていう風になったのかもわからないけども、うん、その正しいことでも森下に合うか合わないかっていうと、うん、俺はなんか合わないような気がしてならないな、ね、まあ、本人も、まあ、一応首脳陣の指摘も真摯に受け止めつつ、死んだ方の継続は宣言、自分が思ってきたことをやるだけなので、そこでブレてしまったら自主トレでやってきた意味がないと。そりゃそうだ。そうですよね、うん、でもちろんあの首脳陣も岡田監督もまだまだキャンプ長いから大丈夫やと思うけどな、いろんなことを試したりしてたどり着かなあかんわな、自分が一番いい感じにな、でも俺森下のスイング好きだったんだけどね、あの去年のですよね、いつもそうですよねなんで変えちゃうのかなと思うんです、ね、だから、まあまあ、だけどそれは欲の部分でもっと打ちたいというね、欲が、うん、まあ、こういう形にはなったということはね、うん、その欲の部分っていうのはすごくプラスに考えて、まあ、やらしてみるっていう、納得させてみるっていうことが、まあ、一番説得力があるかな、こうやって打たないと打てないよっていう説得よりも結果が説得してくれるというかさ、うん、まあそうですよね、うん、そしたらやっぱり自分でまた何がいけないのかとか、うん、そこからのアレンジをしていって変えていく部分っていうのは多分あると思うんだよね、うん、だからまあそうならないと難しいな、うわ、こうコメント聞いてると、まあそうですね、うん、ただその死んだ方というかに似てる選手っていうのは今現役でいるんですか、大体こう大枠のところで似てる打ち方の選手っていうのは。今もバックスピンかける打ち方なんていうのはあんまり流行らないからね、うん、あ、そうなんですね、うん、昔はそうだったんですか、昔はなんか V の字で跳ね上げてみてそんな暇あるかみたいな、そう、まあ、そうですよねこう下に入れてこうカット気味にボールをこう上げていくみたいな、うん、まあそれはある程度のダウンスイングじゃないとできないのかなと思うし、そしたらまあ、左打ちだったら左肩が出てしまうからね、そうです、なかなかいい打ち方とは言えないと思うし、あとあのバット振り切った後の体勢っていうのも結構無理してそうな感じ、まあ、フォローっていうのは大事なんだよね、うん、そのフォローが大事じゃないっていう人もいるかもわからないけども、うん、こう打ち終わった形っていうのは大事で、今やっぱ打てるバッターって必ず後ろから入ってきてるんだよね、うん、だからバックスピンじゃないんだよね、ああバックスピンっていうのはある程度こう上からこう下に入れていかないとバックスピンってかからないじゃん、はい、だけどこう後ろから入っていかないと、あ、そうか、こうスピンはかかってない、いやいや打てないんだよ、うーん、パワーが使えないんだ、はい、だけどバックスピンを入れるっていうのはちょっと話聞かなきゃ分かんないけど、やっぱある程度こう最短って言われてるところから振り下ろさないとバックスピンっていうのはかかっていかないと思うんだよね、まあ、そうなっていくと今もう主流から外れるという、外国人選手でもあんまりそういう打ち方の方はいらっしゃる、外国人の打てるバッターっていうのは映像見たら全くみんな一緒だから、後ろからこうやって振ってきてるから、こっからここまでのパワーを使うんです、こっから使うとパワー半減でしょ、そうですね、うん、だから後ろからこっから使う、だから大谷でも後ろがブワッと大きいよ、うんうん、ああいう打ち方だったんだけどね、森下は。なんかね、もしかしたら何かこう自分で目覚めたものがあったのかもしれないですし、まあ考えるっていうのはすごく大事なことで、うん、そうですよね、まあ、向上しようとしてる気持ちだから、うん、それはやっぱり粗末にはできないしね、うん、応援はしたいとは思うけども、まあ、今の形ではちょっと苦しむだろうなと思って、苦しんだ後ずっと苦しんでいくのか1シーズン、それともまたアレンジして変えていくのか、うん、まあ、そこら辺の変化を追っとかないとね、余計なことしてくれたな森下またこうやってずっと見なきゃいけないそうですよねプラスやっぱ外野手が他にも前川選手とか野口選手とかポジションを取って代わられる選手っていうのが出てきてるので、のんびりもしてられないっていうのもあるでしょうし、今ね、いろんなそのバッティングの動画とかいろいろあるよ、だからそれに惑わされないようにすることも大事だし、はい、確かにいいことを言ってる人たちもいる、はい、理にかなったことを言ってる人たちもいる、それはそれであすごいなとは思うけども、はい、やっぱ自分に合うか合わないかっていうのはしっかりチョイスしてほしいなって、全てが全て合うわけではないから、はい、ここら辺のチョイス、
またフェイクニュースとかもありますか、ね、今流行ってるでしょ。だからまあフェイクの技術動画っていうのはないとは思うけども、あんまり惑わされないように、振り回されないように。俺は今岡バッティングコーチ、これと森下は絶対合うと思ってたんだよ、同じ右バッターでね。で今岡っていうのは天才的なバッターで、ものすごいヘッドの使い方がうまかったんだよ。これで首位打者取ったりとかもしてるし、今岡の意見の方が俺は森下に合ってると思う。なるほど、そうなんです、ね、そうそうそう、うん、だからそこはね、頼ってる人がいるかもわからないけども、それはそれとして、うん、今岡とこう話をしっかり、まあ、してるか、うん、まあ、昨年から、うん、感覚感性みたいなものをやっぱ取り入れた方が俺は早いような気がするけどね、うん、今岡天才的だったもん。ああ、そうなんですね。いや、体つきも似てるしね、うん、だから今岡みたいなバッターに岡田監督がなってほしいのかなっていうふうには思うんだよね、うん、キャンプでも、ね、毎日バッティングフォームだったりとかも、ね、見ることできるので、豊さん、ちょっとあの森下選手のこの、ね、新打法というか、ちょっと追っていきましょう。俺がね、うん、口出せる範囲のレベルのものじゃないからまあ頑張れよというしか言いようがないけども、うん、まあ聞いてきたらね、はい、うん、お前小さい子にどうやって教えるかって、うん、まず基本だから小さい子に教えるって、はい、そしたらこう教えますって、じゃあそれをやったらみたいな。そうです、ね、そこが間違えてるとアウトだけど、もう、うん、まあもうそこがね、もうね、そうですね、この前も思いっきり振れみたいな体振って思いっきり振れみたいなそんなんじゃ子供も聞いてくれない、今の子はね。まあそうですね、うん、いやだからやってることはね、これやり通して結果が出ないと何とも言えない部分もあるし、はい、だけどその意志の強さっていうのはね、うん、俺は変えたいよね。そうですね、もう、もう言われたからすぐコロッと変えるんじゃ、そんな意志の弱いやつはダメじゃない、うん、ね、結果がどう出るかわからないけども、うん、まあ、おそらく結果には苦しむと思うけどもね、はい、どこまで通すのか、うん、まあ、ちょっと見守っていかないとね。そうですね、はい。